JR 広島駅の新幹線ホームには大きなカバンを持った家族連れや子や孫を見送る人たちの姿が見られました。この年末年始から JR 西日本と JR 東海では混雑緩和のためにのぞみの自由席をなくし全席指定としています。 JR 西日本によりますと上り列車は終日ほぼ満席だということです。じいじとばあばと一緒に遊びました。遊んでみてどうでしたか？楽しかったです。一人暮らしなんで久しぶりに家族とおじいちゃんおばあちゃんと会えてゆっくり喋れて楽しかったです。まあ、勉強ももちろん頑張って、で家族とも連絡しっかり取り合いながら頑張っていきたいと思います。今日は U ターンラッシュのピークであることから午後には博多発光を臨時増便しました。年末年始ののぞみの全席指定は明日までとなっていますが、今後ゴールデンウィークやお盆でも同様の措置が取られます。